ございます、こちらは三笠で政治活動を、やっています、4年前に、前坂の方の学校を、終わった後に、杉本周一講演会という、政治団体を作って、政治活動を、やっています。大体4年くらいに、なりますけども、今年の市議会議員選挙に、落選をしてしまいましたので、また4年後の、県議選に向けて、挑戦をしていきたいと、考えています。新たに、子どもの未来を作る党というのを、今後設立をして、子どもの未来を作る党の、代表の仕事として、政治活動を、継続をしていきたいと考えております。よろしくお願いします。本来は教育の、仕事をしていて、学校の、前坂の方の学校ですけども、学校の現場も子どもの数が増えていて、そして教員の数が余っている状態でございます。ですので、今の日本に必要なものは子どもや人材として、こういったことが必要だと考えています。日本国内には350万人くらいの公務員がいますので、法律を変えることで公務員を減らしてリストラをして、そのお金を使って、子育て支援に回っていく、そして子どもの数を、増やしていけるような、そういった、政策、政治、そういったものを目指していきたいと、考えています。特に、21世紀というのは、変化の激しい時代であります。今から、20年後、2040年ぐらいになると890ぐらいの、地方が、消滅をすると、言われています。マスダレポートというのが、発表されていますので、20年後30年後、消滅する側に回らないように、我々の町がですね、消滅しないように、今から、政策を、提案をしてきたらいいなと、考えております。一人でも多くの、子どもを安心して自分で育てられるような、そういった街づくりに、していくことが、一番大切だと、考えています。そして、我々の年金の問題と、少子化の問題というのはつながっていく、問題だと、思いますので、バラバラに、政策を作っていくことじゃなくて、老後問題と人口減少、こういったものは、関連続けて、政策を、作っていく必要があると、考えています。ですので、この教育の、仕事の経験を生かして、新しい政治の形を、作っていけるように挑戦をしていきたいと、考えています。学校の教育の仕事を、してきて、いろんな公務員を見てきましたが、やはり、クビにならない公務員というのは、真面目に仕事をすることはありませんので、最終的には、法律を変えて、クビにできない法律を、クビにできる法律に変えていくと、そうすることで、子どもの方に予算を回して、一人でも多くの子どもを産んでもらえるような、街づくりを目指していきたいと考えています。特に、これからは、英語の教育も必要になってくると思います。日本の経済というのは、良くもなく、悪くもない状態です。日本の場合は成熟国家でもありますから、今後大きな経済的な発展はなかなか考えにくいと思います。こういう停滞した経済の場合は、やはり、教育の果たす役割は大きいと思います。特に、英語を習得するようにして、世界のどこに行っても英語で活躍できるような、そういった子どもたちを、小学校から教育をしていきたいと考えています。日本の場合は、日本
本の英語教育というのは、ライティングと演技のためにあります。英語の方は力がなかなか入っていない状態だと思います。昔の場合は、アメリカに追い込み、ヨーロッパでの教育であったので、スピーキングの方は、力を入れることが、できていない、そういった教育の、状態だと思います。ですから、これからは、活躍できるようなコミュニケーションを取れるような、スピーキングの教育にも、力を入れていくべきだと考えています。世界のどこに行っても英語で活躍できるような、そういった、人材育成を、目指していきたいと、考えています。21世紀は、アメリカの、影響力も、弱くなっています。昔はアメリカの真似をしていれば、経済的に発展を、していくことができましたが、これからはなかなかアメリカの真似をしても大きな発展は、ありえないと考えています。昔はアメリカに答えがありましたが、今の日本人はアメリカの真似をしても答えにはなりませんので、やはり自分で考えて、答えを見つけていかないといけない、そういった時代だと思います。ですから、これ特にこれからの子どもたちには、自分の頭で考えて、最適な、答えを見つけることができるような、そういった、訓練も、小学校から、導入をしていった方がいいと考えています。日本の GDP は、500兆円ありますが、ここ20年間、あまり増えていません。一般企業の賃金も、あまり増えていませんので、こういった数字を、増やしていくためには今ある産業では、なかなか大きくならないと、思います。新しい産業を、残していくことで、新しい雇用を生み出すことができるのと、新しいお金を生み出すことができる。ですから、新しい産業、特に、世界に通用するようなグローバル企業、そういったものを生み出せるような、そういった、教育人材育成が、必要なんだと、考えています。特に、インターネットやスマホが世界中に普及をしています。世界中のお金が、アメリカに、流れています。ですから、スマホの国になるような、そういった新しい産業を、日本人が続いていければ、世界中のお金が我々の国や我々の町に、配給することになりますので、やはり税金に頼るのではなくて、新しい産業を起こしていけるような、そして世界中からお金を集めてこれるような、そういった、社会のインフラを、ことが今の時代は本当に必要なのかなと、考えています。特に、日本の公務員というのは、税金を無駄遣いする癖がついていますので、公務員に都合のいいように、税金が使われないように、徹底的に、メスを入れていく、こういったことも必要になってくると思います。政治家というのは税金の使い方に、メスを入れることができますから、徹底的に無駄を潰していきたいと考えています。そして私の基本的な考え方としては、やはり我々の税金はなるべく使わないようにして景気を良くしていけると、こういったスタンスでこれからの政治に挑戦をしていきたいと考えています。そして世界から人と物とお金、こういった3つが我々の街で流れ込んでくるように、そういった社会インフラを作りたいと思っています。特に世界にはそうした地を探してさまよっているお金が3000兆円ぐらいありますから、そういったグローバルマネーを、我々の街に、来てもらって使ってもらえるような、そういった仕組みにすれば、下手に税金を上げることなく税金に頼らなくてもいいような、そういった経済が、可能だと、考えています。
私は現在でも、ありとあらゆるものに税金が、かけられていますので、非常に、生活をしにくい、国だと、考えております。必要以上に、税金がかけられていますので、税金を、支払って得をするのは公務員だけですから、ここのところは、何度も強調をしておきたいと、考えています。税金を増やしても、公務員を甘やかすだけですので、私は基本的には、反対です。税金に頼ることなく、健全な、経済発展ができるような、そういった仕組みを、作っていく必要があると思います。特に、日本国内も、個人給付資産を全部合わせれば、800兆円の個人給付資産が日本国内にはあると言われています。日本の借金も1100兆円以上ありますけれども、個人給付資産1800兆円一部でも使ってもらえれば、18兆円くらいの金が非常に並びていますので、やはり、将来の不安を払拭することと、減税をすることで個人消費を促していくと、政策も必要なんではないかなと、私のことは考えています。日本国内には、現金だけでも800兆円のお金が、銀行に、眠っています。特に、日本人の場合は、亡くなる瞬間大体平均3000万ぐらい貯金したまま、亡くなってしまうと、そういった、データも出ていますので、例えば、3000万貯金したまま亡くなってしまっても、相続税という形でまた公務員の懐に入ってしまいますので、やはり自分で稼いだお金というのは、安心して、消費できるような、そういった、社会を作っていくのも政治家の大切な仕事だと、考えています。将来の不安が、なくならないので、消費ができないと、つまり公務員が信用できないので、お金を使うに至れないと、思っています。ですから、日本国内には350万人の、公務員がいますので、やはり首を切れることができる法律に変えていくことが一番大切な、改革だと考えています。そして、国会議員と地方議員は仕事の内容が全然違いますので、地方は地方でできる、最大限ベストを尽くして、税金に頼らないような、政治経済を、目指していく必要があると、考えています。1800兆円の個人金融資産を、安心して使ってもらえるような、社会の仕組みを作っていくことが、税金に頼らなくてもいい経済、そういったものが可能だと、考えています。なるべく使わせないようにして、気をよくしていくように、挑戦をしていきたいと考えています。そして世界から、人と物と金、この3つを、引き寄せるためにも、やはり、日本人の英語能力を、上げる必要があると考えています。翻訳アプリを使ってもなかなか、信頼は続けないと思いますので、世界で利用するような、活躍するような、そしてグローバルマネーも取り込むことができるような最低限の会話能力というのは今後全体に必要になってくると考えています。特に日本の経済は頭打ちですので、ということは日本国内の経済はなかなかこれ以上発展は難しいと考えています。ということは海外との接点を持てないと今後、やっていくのは難しいと思います。これからの日本というのは、逆風の時代になりますから、積極的に、海外に挑戦をできるような、グローバルに挑戦できるような人材にして、こういったグローバル人材を作っていくことが、日本にとっては本当に必要だと、考えています。日本というのは、資源が、少ない国でありますから、やはり、優秀な人材育成をしていくということが、
我々の国の生命線だと考えています。特に中学校の教員をしていましたから、学校教育の現場はよく分かっています。学校の教員は余ってますし、学校の教員の仕事はブラックというほどではないと思います。実際に学校の教員は誰一人辞めませんので、日本の浜松の公務員の平均年収は800万ぐらいありますので、そして浜松の市役所も毎日遅刻してくる公務員がいっぱいいます。しかも遅刻をしても何の処罰もありません。そもそも公務員にはタイムカードもありませんので、非常に楽な車輸の仕事だと思います。ですから、こういったものに多額の税金が実現として使われていますので、こういったところをやはりもう一度議論し直す必要があると思います。学校の教員の数も余っていますから、公務員を組みできない法律があるというのが最大の問題だと考えています。ですので、日本に一番必要なのは子どもや人材育成であって、日本に一番必要のないものは公務員人格だと考えています。この2つを無駄を排除していけるような、そういった政治家を目指して、今から4年後の選挙に向けて挑戦をしたいと考えています。特に、我々の未来を作っていくのは今の子どもたちですから、今の子どもたちが、将来活躍していけるように21世紀にあった、教育の内容に変えていくこともとても必要だと。今の学校現場というのは非常にファーストであって、子どもファーストではなくてもね、いや、いろんな問題があっても学校の教員の教育自体がこれに対するそういった風潮がありますから、そういうところもですね、改善をする必要があると考えています。今の子どもたちがもっと能力を発揮して活躍していけるような、そういった教育で変えていかないと、なかなか我々の、将来も安心安全にはつながらないと考えています。子どもの数を少しでも増やすことと、そして実際の人に対応できるような被害に負けないような、そういったスキルを持った人材育成をしていくことが必要だと考えています。そして特に、英語のスキルが必要になってくると思います。今の時代は世界共通語が英語になってしまっています。世界中に普及したインターネットや世界中の人々が持っているスマホ、これを開発したのはアメリカ人ですので、基本言語も英語になっていますから、やはり英語からはなかなか避けられないと思います。英語のペーパーテストができても意味がありませんので、英語で自分の意見をネイティブに伝えることができるような英会話のスキルも絶対に必要になると思っています。英語で活躍できるようなそういった人材育成というものを作っていきたい。そしてグローバル社会、世界に通用するような人材とか環境、こういったものを整備していくことが我々の生活を担っていくと、私はそう考えています。公務員のために税金を増やしても全く意味がないと思います。ますます財布の紐が硬くなってしまいますので、税金を増やしても得をするのは公務員だけですから、本来の政治家の仕事というのは税金を減らすことで増やして、経済を強くすると、その結果、我々の生活を良くしていくと、こういったことが本来の政治家の仕事だと考えています。なるべく税金に耐えられないようなそういった政治経済をまずは目指していきたいと考えています。そして特に日本の場合は国家だけは政治だけが
が減っている状態になります。今後50年間で日本の人口は激減をしてしまいます。日本の人口が減るということは、日本の税金を払ってくれる日本人の家族も激減してしまうということですので、やはり安心して子供を育てられるような、そういった仕組みを作っていく、こういったことが我々の年金の問題を安心安全に変えていくことができると考えています。特に日本の合計特殊出生率というのは 1.4% しかありません。国家公務員の仕事の結果 1.4% しか結果が出ていませんので、やはり年金の 1.7% というのは日本の合計特殊出生率も 1.7% ぐらいにいかないと問題の話にはならないと思います。特にフランスの場合は 2.0 ありますし、スウェーデンでも 1.96% あります。少子化を克服した国としてはフランスとスウェーデンが有名ですので、フランスやスウェーデンのやり方を積極的に参考にして、日本の我々の、合計特殊出生率も、増やしていく必要があると、考えています。フランスの場合は子供を3人産んだら、1300万ぐらいの、手当が支給されます。これぐらいのインセンティブを、作った結果、合計特殊出生率が 1.0 になったということですので、我々の国でもそういったフランス並みの必要性が必ず必要はついていると考えています。フランスやスウェーデンの、やり方を積極的に、参考にして、我々の街や我々の国に、適した形に落とし込んで対応していく必要があるというようなことは考えています。一人でも多くの子供を安心して、育てられるような、そういった、社会インフラを、作っていかないといけないと思います。そして、やはり、これから21世紀に活躍するためには、21世紀にあったような、人材育成も、必ず必要になってくると思います。今の学校教育というのは、答えを覚えるだけの、学校教育になりますから、答えのない時代に活躍するためには、今のままではなかなかうまくいかないと思います。答えがなくても数字で、答えを発見できるような、そういったスキルをこれからの子供たちには、習得してほしいと、考えています。新しい環境を、起こしていくためには、周りと同じことをやっていても、それはなかなか難しいと思います。周りと同じことをやっていても、大きな成功はなかなか考えにくいと思いますので、そういった考えで自分を実現させるような、そういった訓練を小学校からやる必要があると思います。そうしたことで、新しい産業を、起こしてもらって、新しい雇用とお金を生み出していくような、そういったマネージャーを期待と考えています。なるべく我々の税金に頼らない税金を、頼ったそういった政治じゃなくて経済じゃなくて、自ら、お金を生み出していけるような、そういった人材育成と、経済環境、そういったものを、作っていきたいと考えています。子育て支援に力を入れることと、新しい産業を起こしていけるような人材育成ををしていく、こういった2つのことを、特に力を入れて、我々の、将来を安心安全に、変えていきたいと、考えています。今の、企業の時価総額のトップ10、世界のトップ10を見てみますと、8社がアメリカで、2社が中国です。世界のトップ10に日本の企業は、1社も入っていません。こういったグローバル企業に肩を並べることができるような、日本の新しい企業環境も、作っていかないと、なかなか、我々の経済も良くはならないと、考えています。新しい産業を持つことで、世界中からお金を集めてくることができるような、
そういった仕組みを作っていきたいと私自身は考えています。特に世界時価総額世界のトップ10の企業のうち、大体7社ぐらいがたった一人で作った企業でありましたら、中心というのは個人が今までの大企業に生かすことができるというそういった時代でありますので、個人個人の力を発揮できるような、そういった教育、社会を、実現していくことが、世界に、勝利できる国にする唯一の方法だと、考えています。個人の力が、世の中を変えてしまう時代になりますから、日本の教育も21世紀に合わせたようなカリキュラムに変えていかないと、こういった、才能を持った人材を作っていくことは、なかなか難しいと考えています。中国の、アリババやテンセントやあとはアメリカのガーファと言われている企業、こういった、企業を作ることができるような、こういった人材を配置していかないと大変だなと考えています。学校の教育という教育現場には学校の教育の数だけは余っていますから、子どもたちの個性に合わせた細かい教育を進めることも全然可能だと考えています。ですので、まずは、教育に対して義務と罰則を作って緊張感のある、職場環境にする必要があると考えています。やはりこれクビにならない公務員が真面目に仕事することはありえませんので、そういったところから、公務員の仕組みから受け取ていかないと本来はいけないと考えております。もし、国政まで行くことができれば、必ず、公務員の仕組みを切ることができる法律を私は作っていきたいと考えております。そして地方は日本に生きることを大体に承知をして、子どもたちが能力を発揮できるようなそういった社会人をまずは構築をしていきたいと考えております。日本には、借金はたくさんありますが、人材は、優秀な人材たくさんあると思います。そういった優秀な人材の邪魔をするのが、公務員でありますから、そういったところは徹底的に、叩き潰して、個人個人が、活躍を、していけるような、社会を、目指していきたいと考えております。利権特権に、特権しか頭にないのが公務員ですから、我々の生活を良くするためには、そういった利権特権が邪魔ならば、撤退をすることは絶対に必要だと考えています。公務員ファーストではなくて、国民ファーストとなるようなそういった未来を作っていけるように今から挑戦をしていきたいと考えています。そしてまずは、世界のどこに行っても英語で活躍できるような、そういった人材が必ず必要になってくると思います。日本国内の人材が縮小していきましたら、世界と、やつらやり取りをしていかないと、大きな発展はもう考えにくいと思います。日本国内だけで、やっていくとしてもあまり大きな、発展は考えにくいので、世界と、世界に挑戦をしていくようなそういった人材を作っていかないと、これからはなかなか日本も厳しい時代になってしまうと考えています。21世紀というのは日本にとっては逆風の時代になりますので、こういった逆風の時代を乗り越えていくためには世界に挑戦をして、グローバルな人材を作る、グローバル企業も作っていく、こういった2つが、必ず、必要になってくると考えていますので、まずは現場で活躍できるような、こういった人材支援を目指していきたいと考えています。特に日本の教育、英語の教育というのは教員が大体600年取れれば英語の教員になれます。教育というのは満点が990点韓国の大学生には800点取っていますから、条例をまず変えて、英語の教員は850点か900点以上しないと、
を期待できない。そういうふうにまずは条例を変えていきたいと考えています。そのが必要になっているといえそうです。この条例に対するテストの条件はもっともっと厳しく変えていきたいと私のことは考えています。英語が話せない教員が教育をしてもなかなか英語の能力が上がることはありませんので、そういったところも、議論は、していけるように、挑戦をしていきたいと考えています。少なくとも英語で活躍できるような、人材を育成していかないと、21世紀はなかなか、日本にとって厳しい時代になると、考えています。日本国内だけでやっていける時代ではありませんので、世界と挑戦して、やっていけるような人材をまずは、育成をしていきたいと、そのための、教育のカリキュラムを、変えていけるようにですね、挑戦をしていきたいと、考えております。そして一番大切なのは、税金に頼らないそういった、政治経済にしていくことが必要だと考えています。日本の公務員というのは、税金を脱退する癖がありますから、徹底的にそういったところは消そうですね。情報も皆さんに、できるだけオープンできるように、変えていきたいと考えています。条例と法律、地方議員と国会議員は役割が全然違いますが、やれる範囲のテストは尽くしていい方向に向かっていけるように、柔軟な発想で、新しい政治経済を目指していきたいと、考えています。前回の新大臣はボロ負けをしてしまいましたので、これからはですね、新しい、子どもの未来を作ろうというのを作って、そしてあとは、ソーシャルメディアにも情報を発信してやっていきたいと、YouTube や、Instagram、Facebook、こういった SNS も積極的に動画や画像を、これからもですね、載せていきたいと思いますので、こういったソーシャルメディア、Instagram も、ぜひよろしくお願いしたいと思います。なるべく早く、子供の未来を作ろうとものも設立していきたいと思っています。子どもの未来を作る党代表を見事に選手として、4年後の選挙に向けて、皆さんですね、また、政治活動を継続をしていきたいと、考えています。よろしくお願いしたいと思います。少しでも多くの子どもを安心して育てられるような街にすることと、それと、全員に頼らなくてもいいような、無駄遣いさせないような、そういった政治経済を、目指して、挑戦を、していきたい、無所属のまま挑戦をしていきたいと、考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。